マーケックス就職されてどのぐらい経つんですか、年数。こちらは4年、はい、5年目になりますね。でも2代目なんですよ。あらです。免許取り立ての時にマーケックス乗って、で1回ちょっと事情で降りちゃいまして、もうどうしてもマーケックスにもう1回乗りたいって言って、はい、2代目なんですよね。で今回買うにあたって、はい、どうしてもサンルーフが欲しいってなって、サンルーフ付きを探し回って、ちょっとお値段高かったんですけど、数はやっぱ少ないですか。そうそう、ま、本当にいないんで、ルーフ付きっていうのは値段はもう泣いて。でこの方って、はい、なんか車さん言うんでやっぱね、はい、早く売れちゃうらしいんですよ。そうです、人気があって。そうなんで、ちょっと高かったですけど、この間聞いたら、そうすぐ売れちゃうんですよなんつって。ジェさん、艶は、艶はどんな感じで出た？これは一応下地ちゃんとしまして、で、リコート X っていうコーティング剤があるんですけど、はいはいはい、そちらの方でちょっと綺麗させていただいてます。今これボディカラー？ボディカラーはアウディ S8 の純正カラー。はい、純正でオールペン。オールペン。はい。インパクトありますよね。ね、色が本当はもっと外で見るとね、もっと茶色っぽいですよね、写真の中で見ると。これノーマルから作ってきた感じなんですか。そうですね、これもう初め黒で、はい、もうドノーマルできて、はい、もう全部自分で。じゃあ思い出も。そうですね、ですね、あとは18歳にやりたかったことをもう全部当時できなかったことを今やってるんですよ、はい。まだ全然ですけど、あとまだやるんですか。あとこれでトランコーデやれば、まあこいつは悪いって感じですかね。うわ、また中はちょっと後で。はい。これはマーベリック。マーベリックってこちらと。これまた特注カラー。これはブロンズっぽいんですか。フルオーダーですね。ブラックリム。ブラックリムの。リムで。ディスクはノーマルっていうか。ノーマル。へえ。ここはだからオプション扱い。はい、そうですね。オプションで。でこれもボルトも一応クラシカルボルト。あ、これもオプションですか。はい、ボルトも。クロソロド2台はクロニムっていうあれ、あこだわってる。あとはあれですね、エアサス。そうですね、これあれですね、ハイブリッド車高調なんで、はい、じゃあバネと、そうですね、上にカップがついてるんで。あと外装的にこのエアロは、エアロはこれユーロっていう、まあ安いメーカーなんですけど、基本的にこれが一番お気に入りで、初代のマーケットもこのエアロだったんで、あ、はい、もう一回このエアロでやろうってことで、これもフルで、フルですね、はい。おお、早いっすね。はい、これ下げるとどんな感じ？これテールはどちらの？テールは78さん。色がね、全然、外で見ても分かりますね。これは目立つな。ちょっと汚いですけど、スリーレイクの時で、こちらとこちらと、あとティアの方も。あ、音はやっぱ全然違いますか。そうですね、そこにDSP が入ってる。はいはいはい。これなんかランクがすごいいいやつって。ない。あ、そうですか。はい。トランクの方にも、トランクの下を全部ウーファーボックスにしちゃって、どでかいウーファー一発ボンって入ってるんですけど、それも埋めちゃってトランクを使える状態にしてるんですけど。はいはいはい。これが珍しいっつうのね。はい。グレード何なんですか。実はこれ3000のプレミアムですね。はい。なんでゼロクラーのエンジンなんで。後期なんですか。最終ですね。最終のプレミアなんです。1年式の一番変わる前から。これからまだね、楽しみですね。そうですね、途中経過って感じですね。まだこれはもう降りるつもりないんで。ああ、死ぬまで持ってる。はいはいはい。ああ、それはいいっすね。そうなんですよ。ああ、おお、いい。早いですね。早い早い。上がるのも早いです。早いっすね。はい。メーカーとかないんですか。これボルドワールドですね。あ、18の時にヤンサスはボルドワールドしか知らなかったんで、
いや、そういう最初のそのこだわりがまだね、ずっと生きてるって感じですね。今ね、再現してる。おお、エアクリもあるじゃないですか。タワーバート。コンピューター何で？コンピューターもあの電子レンジつないで、はい。じゃあ完全に CPU ですね。210クロメア。もう特注ですよね。そうですね。カーボン、カーボン、はい、カーボン大好きなんで。ね。何でもカーボンなんで、いけるですね。Come on, here. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue light.